今回の謎食はこちら。何？冬でも大人気？長崎市チリンチリンアイス来ました。チリンチリン、アイスはアイスでしょうね。このチリンチリンってとこですよ。アイスってやっぱ夏でしょう。ちょっと待って、冬にアイス、果たして謎食チリンチリンアイスとは一体。長崎市に行って町の人に聞いてみました。チリンチリンアイスってご存知ですか？知ってます。知ってます？知ってます。長崎ありましたから。うわ、どれぐらいから？昔やね。だいぶ昔からあるんですか？当時宝でしたよ、子供には。宝、ええ、お店で買うものじゃないわけ？ちっちゃいワゴンでこうガーって押して、うん、へえ。公園とか行ったらどこでもあるんで。公園に行ったらあるわけ？はい、冬でも食べます。冬でも食べる？はい。あ、でもよく見るのはメガネ橋のところ。あの観光スポットので、よく見かけます。食べてました。ほとんどの人が知っている謎食チリンチリンアイス、どうやらあるお店が長崎市内数カ所で移動販売している食べ物なんだとか。多分教えてもらったメガネ橋へ行ってみると、これですよ。お、お、見つけた。こっちが渡ったところ、これだ。間違いない、間違いない。こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。売ってるのはチリンチリンアイスですよね？そうです。謎食チリンチリンアイスとは一体。これがチリンチリンアイスです。美味しいですよ、これ。はい。11月ですよ、ご覧ください、アイスです。しかも何これ、可愛らしいお花。今から52年前、チリンチリンアイスは長崎市で誕生しました。販売していたのは長崎市のアイスクリームメーカー。市内各所で移動販売をしていました。しかし、なぜチリンチリンアイスと呼ばれているのか。それは、はい、アイスが来たよ、いらっしゃい。そう、アイスクリームの販売を知らせる鈴の音がチリンチリンと聞こえるため、チリンチリンアイスと呼ばれるようになったんだとか。ちなみにこの形、小さい子供が上のアイスを地面に落とさないようにとヘラでアイスを押し固めていった結果、たまたまバラのような形になったんだとか。そうなんですか。美味しいのは間違いない。色が黄色だから、なんかこうレモンみたいかなと思ったら、そうそうそう、うん、程よく甘い。他のお客さんそんないいな、バニラのなんか感じがする、うん、シャリシャリした感じがね、うん、本当に美味しい。なんとも言えん。でも今冬ですよ。そうですね、冬でもやってるんですね。一年中ですよ。一年中？そうなんです。あのお年玉をね、うん、お金を持ってるから、うん、帰ってお正月を売れるんですよ。考えられない。冬は気温が低くアイスが溶けにくいため、バラの形をより長く楽しめるんだそうです。今もう結構寒い時期来てますよね、ええ、関係ないんですか？もう関係ないんじゃないですかね。スナックにごま買って持って行ったりとかね。そうなんですね。で、はい、九州謎食ファイルチリンチリンアイスとは、子供から大人まで冬でも大人気のアイスクリームのことでした。